さあ今日もコーヒー飲もうかな。うわ、何？上から下まで緑の人がおる。なんじゃ？あの、何もすか？僕？カッパだよ。カッパ？嘘？本当だよ。だってカッパがアイスコーヒー？カッパは好きなんだ、レイコが。俺の奥さんはレイコ。なんでやねん。ツッコミができる？何？でもさ、カッパさん、そんななんかこう、言い切りながらちゃんとここに僕のジュースを用意してくれてるじゃないですか。そうだよ、君のために玉市さん特製の、この店特製のミルクセーキ用意しました。ミルクセーキ、玉市さんっていうのはここ？そうです、そうです。玉造りで始まった創業80年の喫茶店。玉造りで始まった喫茶店、落ち着くね。あー、玉造りからの落ち着くり、うまい。ほんまにいいカッパやったらサインちょうだい。いいよ。ペンある？ペンない？ないの？しょうがないな。それストローや。冗談だよ。しょうがない。で、キュウリや。カッパさんってほんまにキュウリ食うんすね。朝食はね。朝食は？朝食は昼食はパンを食べるよ。パン？パン。最近はね、メロンパン。メロンパン？こんな喫茶店にメロンパンなんかないっしょ。あるんだね。でこ。あー、来たーカッパ。来ましたね。面白いものがたくさんあるって本当なんよね。本当だよ。じゃあ今から案内してよ。レッツゴー。ゴー。わー、スカジャンも売ってる。ピッピッピッ、危ない。危ない。カッパさん。カッパさん。ビビテン。ビリケンさん、あ、カッパさん、これはお尻です。お尻ちゃう。明日はどうなんですか？幸せになるよ。幸せになる。普通だね。普通か。普通だね。普通だね。カメラ回ってますけど、どっかの局が来てるんですか、これは。そうだよ。何局？ゲームセンター局。ゲームセンター局。知らない。急に言わないでくれ。めちゃめちゃ突っ込むね。難しいね。もう新世界だね。新世界？すごいね。新世界か。俺来たことないわ、そんな新世界。本当？新世界って新しい世界って書くんでしょ？そうだよ。これ大阪民ちゃうもん。危なーい。ピッピーピッピーピー。メロンパン、まあ二度付けは西屋で。なんかおるで。あ、これが噂のだるまの親父。二度付け禁止、気をつけ禁止。さすがキングオブコント出たカッパ兄さん。ありがとう、浜村淳です。ありがとうございます。この木なんの木おきり。さあ、やっぱ大阪の心斎橋じゃないわ、新世界か。面白いもんがあるって言ったけど、やっぱ他にこうどんななんかびっくりするもんがあるんかな、カッパさん。よっ、大統領。あ、大統領まである。うわ、すごいね。よっ、大統領。え、カッパさん、これ入ったらどないなるんですか？ああ、やっぱ入ったらやっぱ北朝鮮とか。いらんことを言うな。あがジョンいるみたいですね。受けてもうとや。100万円あったら何します？100万円あったら、うん、そうだな、池を作るな。池を作る。池を作るな。あ、水ないと必要やった。水ない、そうだね。ちょうどあのとこにザリガニもいますけど。ザリガニね。ガニとガニで、あ、そう。あ、そうって。ここを説明してくださいよ。これ何の店ですか、カッパ。まあ、ゲスすぎるって書いてあるから、増えない方がいいような気がするんだね、これ。増えない方がいいような気がするんだね。あ、そっかそっか。あんま増えない方がいいと思うね。増えないんだ。うん、カッパは結構あれなんだ、誠実なんだ。結構ね。そっか。夜の方もカッパなんすか？どういうこと？夜の方もカッパってどういう意味？夜には、さあ、ここが、はい、あれですよ。あ、来た。今日がやったキングオブコント。キングオブコント。キングオブコント今日ありましたね。あのテレビで有名なキングオブコント。あ、そうです、そうです。え、それがこのシアター朝日であったんですか？いや、朝日劇場でありました。マジですか？今日1回戦ありましたよ、1回戦。シアター朝日の1回戦でちょっとその目星のあるスターな人は誰ですか？やっぱりトール君とカッパちゃん。トール君とカッパちゃん。トール君とカッパちゃんか。そしてここバルサ。バルサ、バルサ、ありがとう。マルサ、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 マルサ
クアップイッパーマルさんね、はい、ここがシアター朝日、シアター朝日や、ね、朝日劇場1回戦新作コントでございます。へぇ、コントでございます。ここ私たち芸人がしのぎを削る舞台でございますね。あ、芸人さんやったんすね。芸人さんでございます。今日1回戦やりましたね、キングオブコント、あのキングオブコントの予選。予選、すごいな。カッパさん、今日は新世界ツアーありがとうございました。ありがとうございました。ハゲてるやないかい。それでよ、レコードだよ、トコトコピコピコ。レコードやから音鳴るんですね、トコトコピコピコ。ありがとうございました。カッパだよ。